志摩市に在住してます、二児の母です、子供は、9歳の息子と1歳2ヶ月の娘がおります、私は普通の生活がしたいだけなんですよ。ふるさとを捨てたいなんて一つも思ってないんですよ。ただ今こういう時期だから、状況だから、不安で不安でしょうがなくて、でもその中で子育てするのが本当につらいんです。危険だから、心配だから家の中に置けばいいと思うんでしょうが、子供の成長過程の中で太陽を浴びたり牛を取ったり花を摘んだりすることがどれだけ重要なことなのかお分かりですか。骨の形成にだって太陽を浴びることも大事なんです。それも子供に普通にさせられないんです。本当に辛くてたまりません。それをさせたいから避難を考えています。ただ住宅ローンがあります。うちも10万円のローンを払ってます。昨日主人に言われました。避難を考えているんだったら、俺はお前たちの避難するためのお金を稼がなきゃいけないから、お前たちだけが行けと、俺はここに残って働くしかないだろう、お前たちを生かさせるために俺のお金を稼がなきゃいけないだろうって言われました。そしてでも住宅ローンのことはどうするって言ったら、俺が死んだら保険金も入るから、それでもうすでに計算済みだから、お前の3分の1の負担分だって俺の生命保険からなんとかなるんだよって言われたんです。死を覚悟してやです。うちの旦那は子供たちと私を守るために、あなたたちにそれが分かるんですか。もううちの家族はバラバラです。気になる人がいます、好きな人がいます、結婚したいです。でもその人は福島にいます。その人を残して福島の土地を離れる、その勇気が持てないんです。でも元気な赤ちゃんを見たいと思って避難を決めたんです。でもそれを今すごく躊躇してるんです。そういった若い人たちの気持ち考えたことありますか。高校生や大学生だって同じです。経済的な余裕がない、自分だけ避難しようと思っても経済的に無理、親が避難を決断しなかったら自分たちはこの土地で我慢して暮らすしかないんですよ。そういった福島に残る人たちの気持ち考えてください。確率的な影響だから心配ないっておっしゃいますけど、100人参加のロシアルーレットに自分の息子を娘参加させたいと思いますか。そんな心のない人たちに私の気持ちを話しても通じないと思うんですけど、もう4ヶ月もほっとかれて、もう精神的にクタクタです。どうかご理解ください。私たちは福島を捨てる気持ちなど1ミリもありません。ただ今この土地を離れて子どもたちの安全を確保し、残っていただける方たちに助成をし、そしてこの福島に戻ってまた新たに福島県に一丸となって福島を再生させたいと思っています。どうかお力をお貸しください。国が一言、学校を閉鎖してまず子どもたちを安全な場所に避難させること、それが子どもたちのためです。私たちの背中を押すことになります。子どもたちみんな学校が空いてるから学校に行くんです。先生方は苦しい思いをしながらも子どもたちが来るから学校